アスパラが丸ごと入ったパンに道産小麦を使ったふわふわもちもちのドーナツも。ペンギンベーカリーカフェではアルバイトができず食事に困っている学生や子供を持つ世帯を対象に好きなパンを1人5個まで無料でプレゼントしています。無償提供は先週水曜日から始まり、1日20人ほどが受け取りに来ているということです。お腹いっぱい食事をとっていただき、元気をつけていただきたい。地域の皆様が落ち着いた頃にまたお客様としてご来店いただけることを願い、の出世払いという表現で、ご案内させていただいております。パンの無償提供は道内8店舗のペンギンベーカリーカフェで行われていて、訪れる前にご覧の電話番号や店の SNS で連絡してほしいということです。